高橋又女大正7年は、明治期の日本の近代製鉄誕生にあたって、重要な一歩を記した義士。道の区国釜石村で、父、岩間上門と、母、留の三男に生まれる。高橋は、母方の旧姓。5歳の時に、父と、死別、1875年又女22歳の時に、政府の公部省鉱山局釜石出張所の求人に、 大採用される。1880年により、日本初の官営製鉄所として、成功作業が始まるも、わずか97日間の稼働で頓挫した。その後製鉄所は廃止され、1884年民間人の田中長兵に払い下げられることになったが、その右腕、横山九太郎や、息子、田中康太郎らの強い性願によって長兵は、再建を目指すことを決めた。 また助は横山に、航路創業主任として雇われ、共に挑戦することとなった。およそ2年弱にわたり、何度もの失敗を乗り越えた1886年10月16日、49回目の挑戦にして、ついに成功を収める。この日は後に、釜石製鉄所の創業記念日となった。第7航路を有する栗橋文工場。 1894年から1921年まで27年間稼働した。翌1887年7月に釜石鉱山、田中製鉄所が設立。1894年には日本初のコークスズク産出に成功している。1917年、またスは監査役に就任し、栗橋文工場の工場長となったが、 翌1918年体調を崩し救世、66歳図。ありがとうございます。